定だ。そこか。チャンスじゃねえの。しゃあこら、スカイルやるじゃないか。お兄ちゃんの顔、ペルソナこれで次は何か。ハザー素敵だ。ピルソナこれでもどうぞ。これをどうするんだ。ペルソナみんないい感じだったね。よーし勝利だな。
セーフルームがあるじゃん。何かご用ですか？構成は順調かな？囚人を正しき道へ。さあ、刑を執行するぞ。集めるのです。選べ。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。過度な力は破滅を招きますよ。これで良いのか？なるほど、これは強いペルソナです。なるほど、引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を授かることは二人とも始めるのだ。貴様では扱いきれまい。貴様では扱いきれまい。可もなく不可もなくといったと、可もなく不可もなくといったところですか。これで良いのか？過度な力は破滅を招きますよ。やめるのですか？もう終わりか？時間です、囚人。先どうやって進んだらいいの？どっかに仕掛けでもあんのか？見当もつかねえ。我が輩の出番だな。モナ？怪しい場所に心当たりがある。と言ってもこの現実の屋敷の方にな。忘れたか？あの美術館はここなんだぜ。実は前に来た時に偵察してある。お前、あん時、花からそのつもりで？その通りだ。暇だったからでしょ。で、どこなんだそれ？2階の一番奥だ。
不自然にごつい鍵がかかってた。鍵かけるってことは見られちゃまずいってことだよね。けど俺たちがこじ開けてるのはここじゃなくてパレスだぜ。扉をマダラメ本人の目の前で開けんのさ。要は扉は開けられないっていうマダラメの認知を変えるんだ。つまりマダラメの家のその扉を開けるとパレスのあれも一人でに開くってこと？なんかピンとこねえな。本当にできんのかよ。我が輩を信じろ。必ず開くはず。ジョーカーならわかるだろう。そうだけどよ。なんだよ、試す価値くらいあんだろう。けどやるとしても現実の方にもごつい鍵があるんでしょ。我が輩にかかればヘアピン一本で楽勝さ。でも多少はかかる。さすがにこじ開けるところから全部まだらめの前でこなすのは無理だ。ほんのちょっとの間目をそらしておいてくれる人がいたらな。ん？あーあーあー、つーか屋敷に入んのもどうやるかな。無理に入ったら今度こそ通報だし。何？やっぱヌードしかなくね。はあ？奇遇だぜ龍二。同じこと考えてた。ふざけてんの？別にマジで脱げとは言ってねえよ。マダラメの家に怪しまれず入るにはそれが一番の口実だ。アンドノに一芝居打ってもらいたい。急に言われても。それにその鍵のかかってる場所私知らないよ。大丈夫、我が輩も同行する。けど実質私一人じゃん。最悪バレた時どうするの。パレスに逃げ込むとか。それ大丈夫なの？解決になってる？てか自信なさげに言わないでよ。私がおとりやるしかない。例えばほらあれ、あないです。ちょっとユウスケを騙して部屋に連れて行かせてちゃちゃっと開けるだけじゃん。簡単に言って他に方法ないんじゃ。仕方ない仕方ない仕方ないか。あーもうやるわよ、正義のためだもん。ほんと、なんとかしてよ。アンドノのためなら我が輩爪全部折れても引っかくのをやめない。頼んだぞモルガナ、ユウスケに気づかれんなよ。無理に脱がそうとしてきたらあの家ぶっ壊す。てかここまでやってパレス開かなかったら暴れるからね。どの道悪事の裏取りしようって流れだし無駄にはなんねえよ。よし早速明日な。明日？早い方がいいに決まってんだろ。え、でもそう北川くんがいいって言うかな。んなの、私明日じゃないと無理とかそんなんでよくね。よし。
いいか？今日の箇所は答えてください。なるほど。さてと。頼むぜ。本当に来てくれるなんて。連絡くれた時は嘘だと思った。ごめんね、急で。とんでもない。ただ昨日伝えた通り、今日は先生がもう 2,30 分もすると戻られる。その気を使わせてしまうかもしれないね。だから今日来たんだっつーの。何か？ううん、何でも。ところで少し太った？そう？体重変わってないんだけど、むくんでんのかな。じゃあとりあえずここで用意いいか？脱げばいいのね。頼む。恥ずかしいからあっち向いてて。きつかった。きつい？俺は芸術をやってるんだ。こっち見ちゃダメだからね。てか先生そろそろだよね。確かそのはず。そうねえ。
場所変えられない？もっと雰囲気いいとこの方がいいな。ここで十分な気が。鍵かかるとこのが良くない？鍵？女の子に言わせる気？鍵のついた部屋なんて先生のところぐらいしか。じゃあそこ。無理だ、それは。大事、俺は鍵を持ってないし。やっぱないってよ。大丈夫だぜ、そのための我が輩だ、このヘアピンで。高牧さん、そろそろ。こんなに来てたのか。今日寒くない？そうかな。まあ確かに日も傾いてきたが。でしょ？だから他の場所がいいなって。だって脱ぐんだし。確かにモデルの気分を盛り上げた方がいい絵になるか。そうそう、そういうこと。大胆な構図やポーズにも協力してもらえるかもしれないしな。ポーズ？アンドの演技、演技だぜ。もう早く、せっかくその気になってきたのに。待ってくれ、勝手なことをされると先生に。はあ、熱い。他の部屋はダメだと。ねえ、この部屋ダメなの？待ってくれって頼んだからね、モナ。あいつらマジで大丈夫か？演技で誘惑してみせるとか、だいぶハードル高いこと言ってたけどよ。悪気配全然ねえぞ。もうすぐマダラメが帰ってくんだよな。つかよ、鍵をモナが開けられたとしてマダラメに見せるって難しくね？見せたとしても普通すぐ閉めんだろ。チャンスって一瞬しかなくね？ぶっちゃけこの作戦うまくいったら奇跡じゃね？俺だってそう思いてえけどよ。そろそろだな。ちょっといい加減に。この奥ってなに？それはモルガナが言ってたのはこの先。ダメだと言ってるのに。わっさ、猫の手じゃやりづれ。どうかしたのか？あ、この部屋は古い絵の保管庫だ。保管庫？ねえ北川くん、この中でどう？誰にも絶対見つからない場所の方が私も恥ずかしくないし。ここは先生しか入れない。お願い、二人っきりになりたいの。静かなとこで誰にも邪魔されない感じのとこ。大丈夫か、その棒読み。集中して。ん？ああ、この思いが伝わらないのがもどかしくて。北川くん、私みたいな女の子嫌い？そんなことは。聞いてる？マジか。いいでしょ、続きは中で。ああ、いや、そこはダメなんだよ。それに鍵が。
じゃあもういい。恥ずかしいし、私帰る。そんな。じゃあここね、いいよね。困ったな。帰ったぞ。先生。ゆうすけ。よっしゃ、開いた。そこで何をしている。これは違うんです。その中は何も起きねえ。状況どうなってん？あいつらマジでやりやがった。あーマジすげえよ。行こうぜ。よっしゃ。悪いな。セキュリティを突破してきたのか。どうしてなるものか。マダラネ様のお膝元である。お前らなんて眼中にねえんだよ。ここでヘマしてアンにどやされる方がよっぽど怖いってな。そこが、エルソナ。まずいよ。電気、これ？これは？この絵、確か、さゆり？なんでこんな。俺に聞かれても。出て行け！先生。
これは見られてしまったのならもう黙ってはいられんな。実は借金を抱えている。この再入りは私自身が模写をして特別なルートで売ってもらっているんだ。どうして？本物の再入りは昔の弟子に盗まれてしまった。厳しくしすぎたことを恨んだのかもしれん。そのことがひどくショックでな。以来私はスランプに陥っている。苦悩から弟子の着想を譲ってもらったことがあるのも事実だ。このままではいかんと私は何度か再利の再現を試みた。だが出来上がるのは所詮模写。そんな時その模写でいいから譲ってほしいという人が現れてな。全て私の責任だ。有名税というのを払いきれなかったのさ。期待され活動を広げていかねば多くの方々に迷惑がかかるようになった。お前の才能を伸ばすにも金がいる。不甲斐ないしをどうか許してくれ。やめてください。なんか変。元の絵が盗まれたのにどうやって模写したの？画集用の精密な写真が残っていてね。写真のさらに模写が売れたの？よくわかんないけど、絵とか買う人ってそれなりに芸術わかる人なんじゃないの？嘘っぽいんだよね。お前に何がわかる？とにかく違和感があるってこと。アン殿、これだけ何か違う。さゆり、これは本物のさゆり。さっき盗まれたって模写だ。いや、これは模写じゃない。この絵に支えられてここまでやってきたんです。まさか先生。それは偽物。そうだ、贋作だ。迷惑な贋作があると聞いて買い取ったのだ。本家が贋作を買ったっての？それ無理ありすぎでしょ。先生は嘘をついてる。さゆりの真実話してくれませんか？お前まで。警備会社に通報してやったわ。嘘。迷惑な三流記者対策のつもりだったが飛んだところで役立ったわ。待ってください、話を。話なら警察でしてくるといい。お前も一緒にな、ユウスケ。アンダロ、走るぞ。猫、どこから。無駄だ、2分と経たずに来るわい。竹巻さん。よっしゃ、行くか。よっしゃ。あいつらもうまく逃げてりゃいいけど。
ついてんの。やば、変なとこ入っちゃった。大丈夫、目を覚まして。なんだお前ら。落ち着いて北川くん、私だってば。高牧さん、じゃあお前らは。その着ぐるみには見覚えがないが、何なんだここは。心の中よ、まだらめの。先生の心の中。高牧さん、悪いが気は確かかい。嘘じゃねえ、これが奴の本音なんだよ。欲望まみれの金の亡者ってこった。でたらめを言うな。北川くんだって思ったでしょ、まだらめのことなんかおかしいって。それは信じたくないかもしれないけど、ここはまだらめが見ているもう一つの現実、まだらめの本性なの。凄ましい世界が。お前ら一体何なんだ。腐った悪党を改心させる集団ってとこか。確かにお前らの言うことが本当なら、俺の知る先生などどこにも。目覚ませって。だがそれでも10年置いてもらった恩義だけは消えない。許すってのかよ、このままじゃお前、うん、大丈夫？頭の理解に気持ちがついていかない。悪いがのんびりしていられないぜ。すんごい警戒されてる。さっさとずらかるぞ。出口は目の前だってのに。誰？嘘。ふざけた格好しやがって。王様の次は殿様かよ。ようこそまだらめ画伯の美術館へ。先生なのですか、その姿。最低。嘘ですよね。あんなみすぼらしい格好は演出だ。有名に